新信長の野望って、まあ、なんかリリースされたアニメ、まあ、信長の野望だしちょっとやってみるかというか、ちょっと音が大きいか、おい、こんなもんでいいかな。サーバー時間の知らせ。まあ、どこでもいい。どこでもいいよ。時は遡り、群雄が割拠する戦国時代。おい。日の本スキップ。なんかいろんなのが選べる。職業系なのか。ちょっとあんま事前情報知らずにやってない。BG 奨励。じゃあここにしようかな。ほう。信長。高一。なんか怪しい雰囲気がするね。怪しい雰囲気つうの。普通のよくある MMO 的な感じの。まあいいですよ。それでは殿、城内にいる斎藤軍をし、もらうがいいよ。殿、東洋。お召し抱えいただき、いいなおまさ、ありがとうございます。いいの。こちらは赤鬼の異名を。いいなおまさ。婦人がめ。こういうタワーディフェンではなかった。TD みたいな感じだと思ってた。そうではなかったな。はいはい、進んできますよ。改めて申し、ほう、もちろん鉄砲。うん。殿、天守閣のレベルを上げましょう。はあ。なんか嫌な。天守閣のレベルが上がり。嫌な感じのするあれだね。嫌な感じついた。貴様一体。ふむ。ああ優勢になったね。赤備えよ。敵を切り裂け。
まあ話はいいよ。第三章、勢力拡大。殿、民たちが野党におっ。やっぱりなんか嫌な予感がしたんだよね。野党は。殿。いやー。殿。俺に続け。よくあるやつだね。ではないこれ。武将のレベルアップ。リメイクみたいな感じ。先ほど獲得した武将系。そっかー、そういう感じかー。やっぱ一番やりそうなっちゃうんだろうな。湯治場が完成しました。まあ、ここで兵士が湯治場での治療には時間がかかる。回復して、兵力回復してってこと。殿、斉藤家の竹。なんか嫌な予感をしてたんだけど、まあそういう感じでしたね。で、ここからはまあ好きにできるって感じなのかな。だよね。だね。ログインってどこでもこうか。違った。ひょ、あー、そういうことね。生年月日入れてこう課金しろと。月間パスね。あー、結構金もかかるね。かつ、手紙。同盟ね。まあ一緒だね。どういう受け取れるもん。そんな感じか。東洋に何も持ってないから東洋もできないってやつか。東洋圏もないや。そっか、最初にガチャは。あ、でもこれ東洋圏金つある。一回できるじゃん。ういっと。当たってる。強いのか。マサムネ。まあでもこれを上げるのにも。レベル上げるのも大変そうだね。表示って編成。俺に続け。
そういうことね。特権じゃない、左上の。あー、特権通貨 VIP ね。うん。さようか。どうかなと思ったけど、なんかいつものやつでした。